チキンのカレークリーム煮を作ります。ニンニク1かけ。玉ねぎ40グラム。20回ほどブンブン引っ張ります。フライパンにオリーブオイル適量を引き、ブンブンした具材。鶏もも肉250グラム。軽く炒めて蓋をします。 鶏肉に火が通ったら、しめじ 30g、小松菜 20g、野菜に火が通るまで炒めます。生クリーム 50cc、コンソメ顆粒小さじ2分の1、カレー粉小さじ2分の1、塩胡椒適量、味が馴染むまで炒めて完成です。